静岡市役所では今日仕事始めの式が行われ、任期満了に伴い今年4月で退任する予定の田辺市長が年頭の挨拶を行いました。式に臨んだ田辺市長は幹部職員に対し、自身が任期最後の年であることについて触れました。この4月以降、私は退任をいたしますけれども、若手職員が発芽の志を持って、目標を持って、新鮮な気持ちで市役所で仕事している、そういう皆さんの声に耳を傾けて、自分の少し硬くなった頭を溶かしていただきたい。田辺市長はこのように述べ、職員に対し、目標を持ち新鮮な気持ちで取り組んでほしいと激励しました。